はい、皆さんおはようございます。ロジックドリル今回も始まりました。今回はですねパート5ということでマスタリング編を勉強していきたいと思います。今回はですね大きく2つの流れで作業を進行していきます。1つはロジックを使ったプリマスタリング、そしてプリマスタリングが終わったら今度はウェーブバーナーというソフトを使って CD マスタリングという作業をやっていきます。この2つの作業を経て CD マスターを完成させようと思います。一般に CD のマスタリングって言っても、まあ、多分ご自分でも例えば皆さんお好きでミックスされてると思うんですが、日によって耳のコンディションも違うでしょうし、曲によってミックスのバランスとかイコライザーも違ってくると思うんですよね。ましてはコンピレーションなんかの場合はいろんな方がミックスしますよね。そうするとその人それぞれのいろんな EQ だとかコンプレッションとかいろんなレベルの差とかいろいろ出てくると思うんですが、そういうものを一つの作品にまとめるためにやる作業だと思ってください。はい。マルチプレッサーは指定した4つの周波数帯域ごとに別々のコンプレッションをかけることができるマスタリングに必要不可欠なマルチバンドコンプレッサーです。はい、このラインですね、これスレッショルドです。でスレッショルドの数値をこのように上下にドラッグします。はい、するとですねこの三角のボタン、これ連動してますのでね、これをドラッグするかこの三角を直接ドラッグしてスレッショルドを決めてあげます。はい、このようにですねローが徐々に上がってきます。ソロで確認してみましょう。はい、こんな感じでですね、狙った帯域だけをずっぽり上げてあげる。ね、これ EQ とはかかり方がもう全然違います。効果も全く違います。はい、このままではですね、ピークがどこら辺にあるのかちょっとわかりづらいので、ここにあります、このレベルメーターというボタンですね。これを実行すると、はい、このようにレベルメーターが出てきます。これを見ながらですね、ピークを探してギリギリまでね、上げてあげるといいと思います。